北九州市立大学は、福岡県北九州市小倉南区北方を4丁目2番1号に、本部を置く日本の公立大学である。1950年に設置された。大学の略称は、北九大。北九州市立大学1946年7月に創立された、小倉外事専門学校が前身である。全校名は、北九州大学であったが、 2005年4月1日、地方独立行政法人化し、新たに、公立大学法人北九州私立大学となる。2016年に創立70周年を迎えた。本学は、現在、外国語学部、経済学部、文学部、法学部、地域創生学群、国際環境工学部の語学部一学群を有している。学部生、大学院生6704名。 教員数263名が在籍する。県庁所在地ではない市が設置する、公立大学としては最も規模の大きな総合大学である。5月1日現在キャンパスは、文系4学部1学群7大学院研究科が、北方キャンパス、理系1学部、1大学院研究科が響きのキャンパスに位置する。マネジメント研究科は、 サテライトキャンパスを JR 小倉駅併設のアミュプラザ小倉内にも有する理事長津田淳氏副理事長学長松尾隆氏である全国48支部と同窓会本部を拠点に組織として運営北遊会と称する学生による自治活動が活発的で24時間利用可能なサークル会館がある同大の学友会は 学生自治組織、学友会中央執行委員会を執行部に体育会総務委員会、文化会総務委員会、大学祭実行委員会、応援団、選挙管理委員会、新聞会から組織される。年間予算は約3000万円で学生が入学時に納入する学友会費が主な歳入。支出の大半は各サークル。 学生団体の活動費と大学祭の費用である。以下に挙げるサークルは、体育会、文化会公認のサークルである。他にも、非公認サークルが多数存在する。学生団体文化会計、サークル、50団体、北方キャンパス43団体、響きのキャンパス7団体、2019年4月現在、北方キャンパス、響きのキャンパス体育会系サークル、 43団体、北方キャンパス30団体、響きのキャンパス13団体、2019年4月、現在、北方キャンパス、響きのキャンパス、響きのキャンパス研究目的で購入された機材を売却して代金を着服したとして、福岡県警は12日、国際環境工学部准教授を業務上横領容疑で逮捕した。 逮捕容疑は2016年9月20日頃、研究機材の映像制作用カメラ、ラージセンサーカメラのセットを市内の質屋に売却し、代金を着服したとしていた。ありがとうございます。